はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部屋へようこそ。で、今日のミッションですね、スパニングツリーの模擬問題に挑戦せよと、このようなミッションになっています。スパニングツリーについてまだあまりわからないという方は、前回、前々回の動画でスパニングツリーについてアウトプット挑戦してますので、そちらをご覧になってください。一応スパニングツリーというのは、経路を冗長化しつつ、ループを防ぐことのできるプロトコルというふうに簡単にここでは説明しておきます。それでは早速問題を見ていきましょう。上記の図を見て、ブロッキングポートの場所を答えようという問題です。各伝送速度のコストは1ギガであれば4、100メガであれば19、10メガであれば100となっています。各スイッチにはプライオリティも振っておりますので、そのプライオリティの値も見ながら、ぜひこの問題チャレンジしてみてください。この後解説していくんですけれども、ぜひ一度ご自分の力でやってもらうために、ここで動画を止めていただいて、1回ですね、わかるかどうか試してみてください。ブロッキングポートの場所がどこかっていう問題です。それでは問題解説してみたいと思います。皆さんどうですか？難しかったですかね？簡単だったでしょうか？ぜひできればよかったなと思います。では解説していきます。まずはルートブリッジの場所を探すところから始めましょう。ルートブリッジの選出基準はブリッジ ID が最小のものでした。で、ブリッジ ID というのはプライオリティプラスマックアドレスでできているので、このプライオリティがもしスイッチごとで違うんであれば、このプライオリティだけ見れば、どのルートブリッジが、どのスイッチがルートブリッジになるかっていうことがわかります。今回であればスイッチ A がプライオリティ0で一番低いプライオリティを持っているので、スイッチ A がルートブリッジになることがわかったと思います。なので、まずはルートブリッジですね。スイッチ A がルートブリッジであるというふうにメモしておきましょう。では次に行きます。次ですね。ルートブリッジのポートはすべて指定ポートになります。なので、ルートブリッジが使っているここの2つのポートですね。ここは指定ポートとして D と書いておきましょう。そして次行きます。それぞれのスイッチから一番近い、コストが少ないポートをルートポートにします。はい、じゃあ各スイッチですね、見てみましょう。スイッチ B から見て、どっちの経路の方がコストが少ないでしょうか。コストが少ない方がルートポートです。このスイッチ B で見ると、100メガで行くのと1ギガ、100メガ、10メガで行くのを考えたら、やはり100メガの方が近いですよね。100メガだとコスト19ですけれども、1ギガ、100メガ、10メガで行くと、やはりこの100メガ以上のコストがかかりますので、ここの上の回線がルートポートになります。スイッチ D も同じようにして見てみましょう。1ギガ、100メガと100メガ、10メガだとこっちの経路の方が近いですよね。コストが少ないです。なのでルートポートです。そしてここのスイッチ C が少し難しかったかもしれませんけれども、10メガ1つでダイレクトに行くよりか、実はですね、100メガ、1ギガ、100メガを経由した方がコスト的には少ないです。で、もちろん回線的にもですね、早いので、こちらの、この経路をルートポートとして使うので、ここがルートポートになります。そしてスイッチ E も同じような理由で、10メガを経由していくよりかは、1ギガを経由して、この下の経路で行った方が早いので、ここがルートポートになります。では次に行きます。ルートポートの対抗は指定ポートになるので、これもですね、今築き上げたルートポートの先を D と書いておいて指定ポートにしておきましょう。ルートポートの対抗は指定ポートです。ルートポートの対抗がそれぞれ指定ポートになっています。さあ、ここからが問題ですね。残ったリンクに注目して指定ポートを決めていくんですけれども、ここがですね、ルートブリッジまでのコストが少ない方というふうになっています。これがうまくイメージできない方が多かったりするんですけれども、例えばここのリンクで見てみましょう。残ったリンクですね。ここのリンクが残っています。1番から行くか、2番から行くか、ルートブリッジまでのコストが少ない方がどっちかというふうに考えます。例えば1番の場合ですね。あ、ここすいません。A って書いてしまってますけど、1番だと思ってください。1番の経路の場合だと、
この下のようなコストを通っていきます。こっちの1番からこのリンクを使うので10メガを使って1ギガを使って1ギガを使って100メガを使ってルートブリッジに行きます。つまり足し算していくとコストは10メガ、1ギガ、1ギガ、100メガなので100たす4たす4たす19で127になります。この1からスタートすると127のコストでルートブリッジまで行きます。では2の場合で考えてみましょう。2の場合はこちらからこのリンクを使っていくので10メガ、100メガ、1ギガ、100メガです。なのでコストで計算すると10メガ、100メガ、1ギガ、100メガは100たす19たす4たす19で142になります。なので結果は1番からいくと127、2番からいくと142です。つまりこの1の方がコストが低いですよね。なのでこの2の経路が使えないようにパイロンを置くイメージです。まあ、つまりブロッキングポートにするんですね。イメージとしてはもう一回ちょっと見てみましょうか。1番のこちらから行く経路を採用したいです。2番からこのような通信ができないようにするためにするにはここにブロッキングポートを設定します。なのでここにパイロンを置くイメージですね。なのでこんな感じですね。 B はブロッキングポートになってここパイロンを置いているイメージです。こちらから通信が来ないようにするっていうイメージですね。はい。で最後にルートポートにも指定ポートにもならなかったポートをブロッキングポートにします。今までここも何も触れてこなかったんですけども、ここも余ってブロッキングポートになります。そして完成ということですね。なので正解はこのスイッチ C のここの2つのポートがブロッキングポートということが分かれば正解です。はい。実際にですねパケットトレーサーで組んでも同じようにここがブロッキングポートになっています。まあ、このような構造になるとツリー構造になってない、ツリー構造になっていてループ構成になってないというところもぜひ着目してみてください。このスイッチから行くときはこういう一方通行になっていて、このスイッチからここに行くときはこういう一方通行になっています。もしもここのブロッキングポートがなければこういう経路も生まれてしまうので、まあ、ループが発生してしまいますよね、各各々。なので、まあ、こういうふうにですね、ループ構成がないよねっていうところもぜひ注目してみてください。あとは補足事項として、ブロッキングポート、今設定しましたけれども、ここはですね、データは流すことできないんですけれども、このスパニングツリーを構成するための BPDU を使った通信は流れています。まあ、この BPDU によって、今もその経路が使えているかとか、まあ、そういったところを確認するんですけれども、この BPDU は通信流れているというところも試験で聞かれたりしますので確認しておいてください。ではですね、パケットトレーサーを使ってこの問題のネットワークの動きっていうのを実際に見てみたいと思います。またこのスイッチ C がじゃあルートブリッジになった場合、ブロッキングポートってじゃあどこになりそうですかというところをですね、ぜひ考えてみたいと思います。ではパケットトレーサーに移動します。はい。それではパケットトレーサーの画面に移ってきました。先ほど見た問題と同じ構成をここに書いています。では実際にスイッチ A からスイッチ E に向かってピングを打ってみて、シミュレーションモードを使ってですね、どういう経路を使っているのかっていうところを実際に見てみようと思います。ではスイッチ A からピングを打ちます。ピングの宛先はこのスイッチ E の 192.168.0.100 ですね。ここに向かってピングを打ちます。はい。そうすると ICMP のパケットができまして、これを見ていきましょう。はい。やはりこう下の経路を使って右に行って、スイッチ D からは1ギガの通信を使ってこのように行ってますね。はい。想定した通りの経路に行っていることが分かりました。はい。まあ、せっかくなのでここをですね、一度シャットダウンしてみて、しっかりこの上の経路に切り替わるかっていうところも見てみたいと思います。では見てみましょう。一旦ピングを終わらせまして、ピングを連続して打ってみたいと思います。ターゲットの IP は 192.168.0.100 ですね。
で、リピートを今回は500回ぐらいにしときましょう。500回にして、サイズはそのままです。はい。では今、連続でピングを打ってる状態です。この下の経路でどんどん今通信してる状態ですね。では、ここの回線、ここのですね、ポートをシャットダウンしてみたいと思います。ポートは、ジーガの5スラ1ですね。5スラ1をシャットダウンします。はい。では、5スラ1をシャットダウンしたいと思います。では、見ててくださいね。こう下ピカピカしてますけども、ここをシャットダウンすると、はい。まあ、このように、今赤くなって使えなくなりました。どれぐらいの時間をかけてこういう通信経路に復旧するかですね。きっとここが緑色になって、まあ、ピカピカしだすはずです。しっかりスパニングツリーの冗長性が保てているかで、スパニングツリーで、まあ、どれぐらいの時間をかけて復旧するのかっていうところをですね、見てみたいと思います。はい、今復旧しました。ここピカピカしてますね。で、スイッチの方でも、はい、まあ、ここでうまく点々点になっているところは応答返ってこなかったところなんですけれども、しっかり今は応答返ってきてピングが打てている状態です。はい、うん、ちょうど終わりましたね。500発打って484発で 96% が疎通確認できましたよというふうなことが書いてます。はい、それでは、まあ、このようにですね、スパニングツリーの冗長性が保てていて、問題で想定した通り、まあ、ここが最初はブロッキングポートになってましたよということが確認取れました。では応用問題に移りたいと思います。今までは、ここがプライオリティゼロでルートブリッジになっていたんですけれども、ではですね、ちょっと趣向を変えまして、このスイッチ C をこれからプライオリティをゼロに設定して、こちらのプライオリティを、例えば2480とかに当ててあげて、このスイッチ C をルートブリッジにしてみたいと思います。ルートブリッジにしたときにどこがブロッキングポートになるか、ぜひ考えてみてください。では考えたい方はぜひここで動画を止めてもう一度考えてみてください。はい、では実際にやってみたいと思います。このプライオリティをですね、少し今から変えていきますので少々お待ちください。はい、では今プライオリティをこれから入れ替えます。はい、プライオリティが入れ替わりました。どれぐらいの時間経つかもですね、ちょっと見てみたいと思います。なので今はこっちが2480になっています。で、こちらが0になりました。はい、今状態がどんどん遷移していってますね。さあ、どこがブロッキングポートになるのでしょうか。皆さんの考えと一致するといいと思います。はい、正解はこれですね。スイッチ A のこことスイッチ E のこちらがですね、ブロッキングポートになるのが正解です。もしですね、このスパニングツリーちょっと考え方が難しくてわからないという方は、まあ、ちょっと裏技的になるんですけれども、やはりこの回線速度、伝送速度が遅いところがブロッキングポートに選出されることが多いですね。なので、先ほども一緒ですけども、10メガのこの伝送速度がやはりコストが高くなりがちなので、ここがブロッキングポートになっていたり、今回はルートブリッジにここを無理やりやってですね、全部ポートを生かしたんですけれども、それでもこの10メガの回線がやはりコスト高いので、その対抗にあるこういうスイッチ A のここのポートであったり、スイッチ E のここのポートであったり、こういったところがブロッキングポートになりやすいです。なので、もしどうしてもわからないとか混乱してしまったときは、こういった 10Mbps とかですね、コストが高い伝送速度の回線をブロッキングポートになるんじゃないかなっていうような観点でちょっと攻めていくっていうのも試験対策としてはありだと思います。はい、では今日は少し動画長くなってしまってすいませんでした。スパニングツリーもですね、今日の動画で終わりにしたいと思います。次回からですね、スパニングツリーで、まあ、今
ちょっと見てもらったようにスパンニングツリーっていうのは、復旧するのにちょっと時間がかかったりとか、ちょっと設定が難しかったりとか、まあ、いろいろ問題点もあるので、まあ、スパンニングツリーの代用としてこういった設定方法があるよというところを紹介していこうと思います。では今日の動画は以上で終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。